兄さんの髪型を見てた時に、おお、これしようと思って真似しました。三つ編みしてました。こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。そう、お話し会があるんですよ。まだ私も詳しく見れてないんですけど、詳細を。今回多分夜遅かったから、もうね、皆さんぜひお話ししましょう、一緒に。こんばんは。お話し会、コスプレの予定ありますか？え、今とかないねんな、コスプレの予定。ね、日程画像作りました。わがー、ありがとうございます。じゃあ見つけ次第 ありがとうございます。お話会って大丈夫で、え、いらっしゃい、いらっしゃい、おいでやす 髪巻いてるの好き。おお、ほんまに、うう、嬉しい。おいで、お話しましょう。しましょう、しましょう。誰かとおそろいコーデ着たい。おお、誰ができるやろう。まだ全然何も決めてないねんな。え、受付始まった、ツイートします。おお、ありがとうございます。どうもどうも。そっか、6時スタートなんか今回。ショート派の自分は歓喜です。おお、よかったよかった。間違いない、オーディアスも口癖になってる。今回な、夕方やからな、着やすいかもしれんで。ロングよりもショートの方が似合う。ありがとうございます。こんばんは。土日も仕事なのに日程が合えば。おお、日程が合えば。いらっしゃい、似合ってます。ありがとうございます。寝坊の心配ないけど、寝落ちの心配が。ああ、確かに確かにな。私も時間頑張って調整します。おお、ありがとうございます。ああ、確かにな。晩ご飯食べる。ああ、確かに。時間かぶる。あんちゃん、公演お疲れ様、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様です。バカニャと同じ時間です。そう思った、ニャンニャンと同じ時間やった。ショールームが終わったら、公演、お話し会のことも書きますので、お待ちくださいませ。めっちゃいいやん。なんでこっちがいい。今日はアンジュちゃんしか見てないので、嬉しい、ありがとうございます。ご飯食べながらお話が。あ、確かにそれもいいかもしれへん。アンジュはできひんかもしれんけど。ほんまに嬉しい、ありがとうございます。キューブとかすっぴんになっちゃうから。全然大丈夫、全然大丈夫。明日劇場行くので楽しみにしてます。おお、お待ちしてます。超ですかわいい。マナベラの予定は今んとこはないねんな。8期生の紹介。あ、見ました、見ました。やよいちゃん、こんばんは。ドーナツ、ドーナツ好き。わらわら、今日のメイクめっちゃ好きなんです。どんな体勢で配信してるの？こうやってするのがしんどくて、壁に頭をこうやってやってます。あ、確かに。パジャマってな、パジャマ、なんじゃ、パジャマ、パジャマ？ ああ、確かにな。アンジュも LINE であるわ。いやー、無理無理無理。喋られへんもん、アンジュ。初見です。おお、いらっしゃいませ。7期生のアンジュです。今日も可愛い。あら、嬉しい。涙袋のあらめかわいい。おお、そう、今日は、メイクさんに、
メイクをしてくださって、メイクさんにメイクしていただいて、していただいて、何時になってんだ、してくださってしていただいて、めっちゃ好きなね今日のメイク。そう、まつげすごいよな、まつげグイングイン。そう、隣にユナがいて日本語、そう、敬語の指導が入りました。そうです、あ、読まれへん。吉町の女神、おかみかな、あか、分からへん。アジが日に日に綺麗になっていて、うー、嬉しい、ありがとうございます。昨日、あ、そう、寝れました。寝れへんかって、ツイートを見たら、あの、愛花がツイートしている時間やったから、あ、まだ起きとうやんと思って、LINE でめっちゃ話してました。日本語指導してくれてます。こんばんは。千葉吉兆って読む、これで、吉兆、難しい。明日もそのメイク再現、え、ちゃんできひんねん、自分じゃないから。アンジもしてほしいねんけど、できひんねん。ちょっとアンジもしたいねんけど、今日7期生がたくさんいて、大阪魂公演を7期生でしてほしいと思いました。うん、確かに、なんか7期生でなんかしたい。初期のブログ読んで笑ってたピ、え、そう、アンジも見た、めちゃくちゃありがとうございます。すめちゃくちゃすぐ、あ、嬉しい、ありがとうございます。前髪分けて、お疲れ様です。前髪を開けてメイクさんのケープはピニーズ、そう、アンジもそう、前髪なくなったから何も気にせず、そう、ケープ、そうやね、だから今日めっちゃ教えてもらってました。どうやってやるんですかって。今までアンジの出身知らなかったけど、方言ですぐ分かった。おお、兵庫です。こんばんは。そう、足くじきそうやったけどって、あの、くじいたんですよ、あの、ワールドビーボーの時に。思いっきしマイク入ってなかったが良かったんですけど、思いっきし痛ってめっちゃ叫んでもてどうしようかと思った。さっきさトゥルーパーパスの時の顔面さマイク殴っちゃってさ、あの歌割りのさ、あのさ、アンジとね、あったな、あの時、あの前にさ顔面マイクが死にそうだった。うわ痛いやつやな、心の中で。えらいえらい、アンジ思いっきし痛ってめっちゃ叫んでもながらさ、な、あ、水分補給タイムの MC に7期生ばかりで、ウィルビーアイドル公演思い出したって。あら、こんばんは、こんばんは。これ、うん、これ、うわー、え、どっちがいいんやろ、どっちもいいねんけど、アンジはそっちが好き、ね、うん、ありがとう。アンジは大丈夫、あの、シップもらったんで大丈夫です。アンジはうちはペンライトも見つけてレスくれるの、嬉しい。そう、ユナが隣にいます、うん、絶対聞こえたと思う、めっちゃ思いっきし痛って叫んでもだから。なあ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日の7期、そう、エンドロール、エンドロール組でしたね、初日の。お大事に。おお、ありがとうございます。アップになったら髪の毛しっかり茶色やな。あ、確かに、
サイドは三つ編みして、嘘、かりんさんの真似をしてちっちゃい三つ編みをしてもらいました。こんばんは。コンエクトサイリウム振ってるだけでも目が合う気がする。なんか見つけやすいんですよ、オレンジと紫って。今日氷が降った痛いやつやん、当たったら。明日髪型どうしようって思ってるねん。確かに。でもさ、この長さでできるさヘアアレンジって限られとうからさ、な、迷うよな。今日のコメント楽しかった、ありがとうございます。髪型めっちゃ好き、おー嬉しい。アンジュチュワンと話したいのにお話し会参加できひんの。あれか、時間が合わへんってこと。やだ、うーん、やだ。確かに短い人あるあるやな。まだアンジュちゃんと目が合ったことないから、いつか…そう、ほんまに。ちょっとじゃあ合わせれるように、ちょっと何レーダーを出します土曜のジュンティの寝る空港が…いらっしゃい、いらっしゃい。ペンライト持って派手めの服着てるとレスク…そうなんや。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとしばしお待ちください。15分経ちました。私15分経ちました。いや、ペンライト持って初め、読んだ、アンジュちゃん好きになって初の話が楽しみ。おお、お待ちしてます。あと3分。すいません、お待ちください。もうちょい、ごめんな、もうちょい。同じアンジュちゃん、うちはもう使ってるんですけど、覚えて、見たらわかる、見たらわかります。本当にほんまに後ろまで意外と見えるんですよ。本当に本当に、これは本当にそう。最高ポーズお願いします。最高ポーズ、いや違います。今ショールームしてるからな、ごめんなさい。明日公園入る、おー分かりました、探します。明日の公園、ありがとうございます、お待ちしてます。アンジュ推しさんとユナナ推しの人に挟まれて2人のペンライト振ってました。おーありがとうございます。チラ、おーチラ、最高ポーズでじゃんけんできますように。確かにね、たまにしてるからな。アンジュも見えてるか心配だね。そう、結構見える、ほんまに見える。15分お知らせします、ありがとうございます。じゃあランキングを読ませていただきます。13位の方、リコさん、ありがとうございます。12位の方、フミさん、ありがとうございます。11位の方、スーパーサブ48さん、ありがとうございます。10位の方、ジョーさん、ありがとうございます。9位の方、マコトさん、ありがとうございます。8位の方、かきあげさん、ありがとうございます。7位の方、かえでさん、ありがとうございます。6位の方、村人 T さん、ありがとうございます。5位の方、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。4位の方、ダーマイさん、ありがとうございます。3位の方、たまひよさん、たまひよさん、ありがとうございます。2位の方、たくやんさん、たくやんさん、ありがとうございます。1位の方、かまがりさん、かまがりさん、ありがとうございます。どうもどうも皆さん、本当にありがとうございました。はい、ではこの辺で失礼します。はい、おやすみなさいませ。皆さん、おやすみ、バイバイ、失礼します、ごきげんよう。